お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日もですね、はい、こちら負けたらアカウント削除の方をやっていきたいなと思います。で、前回の時に、まじデッキが仕上がりすぎてるんですよ。もう強すぎて、てか宝箱運が僕神がかってるんですよね。はい。というわけでちょっとね、宝箱の溜まったね、4つも開けていきつつ、スーパーレアとか出れば、ハッピーだなーなんて、全然でしたね。そうやっていきます。で、こちらのね、企画のルールとかは一応一番最初の動画でも説明したんですけど、軽くね振り返ると3つあって、1つ目はもう負けた瞬間ね、このチャレンジ、まあ、この、アカウントはもう終了ですよ、削除しますと。で、2つ目が対戦は負けたらアカウント削除なのに、お前本当に負けてただろっていう、陰で負けてたのに隠蔽すんなよボケっていうね、方も多分いると思いますので、対戦も動画内でしかやりません。はい。で、3つ目が忘れたな、課金ですね。課金は、セール、クラロワパスと、まあ、クリスマスとか、なんかお正月とかいろいろあると思うんです。そういうセールだけは、買っていいっていうね、ルールでやっていきます。さあ、まあ、そんなわけで、目標が、まあ、5000ですね。キヨキヨさんが全く同じルールでやってて、5000、じゃあ4600までね、行かれてたんですよね。まあ、なので、さすがに4600は抜きたいなと思うんですけど、なんかもう4000ぐらい行くと、もう、あれらしいですね。結構こう、タワーレベル、キングレベル12とか、もうなかなか鬼強い人たちが、プリンス迷子鬼強い人たちがいるみたいなので、レベル差ぶっぱされるね。まあ、可能性があるんですけども、ちょっとそこもね、PS ぶっぱの方で、はい。僕はレベル差を覆していけたらいいなと思います。ちょっと待って。でかっ。これ魔法の宝箱ってさ、今開けない方がいいのかな？関係ねえか。とりあえずどんどん開けていきましょうか。僕宝箱マジで神がかってるんですよね。で、ユニレベも、今プリンスレベル8でしたっけ？ 7 かね、忘れたんですけど、多分強すぎるんですよ。僕、負けないんですよね。負ける未来が見えないというか、ね、どうやったら負けられるんだろうっていう、そう、タワーレベルさ、キングレベル、もう9ぐらいのやつ今来てほしいですね。ちょっと。僕にもうちょっとハラハラ感を味合わせてほしいっていうのがあるぐらい余裕です。いや、危ねちょっと怖い。さあ、もうね、ウォールブリカーいさ、いや、プリンス8ぶっ壊れで草っていう。やばいんすよね、これ。負けれないんですよ、多分。もう作業になっちゃうぐらい僕が強い。さあ、ミニペッカも強い。で、ハンターは前回の動画では使ってなかったんですけど、手に入れたんですよ。で、まあ、ハンターはどうなんだろうって感じなんですけど、まあ、スーパーレアがね、やっぱ序盤は強いんですよね。そう、ユニレベもなんか根本的にステータスが高いんで、まあ、スーパーレアには頼りつつ、まあ、宝箱もこういろいろ上げていきつつ、さあ、これですね。いや、この宝箱も僕めっちゃいいんだよな。スキンとか正直、スキンはなんかな、すごいな、今回。虎みたいな。さあ、バルキリーいらない、墓石いらない、ホグもいらない、すべていらない。なんかね、こう、ユニレベっていうか、カードを絞っていかないと、後々ね、ちょっと足りないっていう事件が起こるので、僕は、結構、ヤナアメとか、ファイボとか、なんだろう、巨大スケルトンとか、まあ、なんか今後すごい使いそうなカードを、ちょっとね、レベル上げていってます。なんで、このままだと、プリンスとかをね、使った方がいいって感じですね。まあ、強いっちゃ強いですけど。まあまあまあ、そんなわけでね、非常に順調でございます。よろしく。ふぅ。なんかいいの来ないかな、強いの。まあ、なんかボットが多いらしいんでね。前も言ってるっていうか、ボットトークしかできない。嘘、ゴブリンバレル。嘘、これやばい。え、ちょっとうまい。まあ、ちょっとうまいが、僕には効かないですね。ホグライダーのレベル見ました、皆さん。5。舐めてるっていう。バカにしてるっていう。こっちとらプリンス8やぞっていう。いや、やべえ、マスケがガゴワンパンしてる。いや、強すぎるんだよな。今の俺をね、止められる相手はいないんですよ。レベル13でも勝てないです、今の僕には。はい。さあ、これもね、スケだけとかで抑えちゃうんですよね。よしよしよし。いや、ほどいい。これにニヤードゲット。でも、キョスケから、もうキョスケプリンス組んで、スケルトン部隊にヤナアメ打つだけ。さあ、ホグバレルか。ホグがいますね。ホグにミニペ構えとけば餌でしょ。で、ウォールブレイカーとかもいた。で、僕、あれっすね。ヤナアメのコスタが欲しいな。スケルトン部隊用にハンター出しつつ、餌が降ってきますね。
豚ちゃん。さあこれハンターが全部頑張れそう。いやーミリピーキロ、はい決まりました。この時点で相手のキングまで折れる未来が見えましたね。止まりません。なんだこの動画、マジユニレベチンパンしてるだけなんですよね。はい、本当にね申し訳ない。もっとこうハラハラさせてくれよこの俺をっていう。やべえ、こんな舐めててさ、もしね今次の試合で赤トルネード、まあ電波とか出てマジで負けた時にはですよ、どうしようかな、隠蔽したいよな、どうにかして。電波で負けてもさすがに終わりですね。もう負けは負けなので、どんな形であれ負けたら負けのね、まあ、ルールでやっていくんですけど、一つチャレンジがね迷いどころなんですよ。なんか他のキヨキヨさんとかコウチャンネルがこの企画をやってたんですけど、キヨキヨさんとねコウチャンネルが、あのチャレンジ系はね負けたら終わりなのかな。チャレンジ系は、あ負け、どうなんだ、負けたら終わりってのがむずいですね。チャレンジ、そのチャレンジ自体が負けたら終わりなのかな。なんかキングレベル9とか行くといろんなチャレンジがね、イベント系ができるんですけど、一回負けたらその後わざと2連敗して報酬をゲットはできるとかなのかな。チャレンジ負けてもダメならチャレンジやんない方がいいんですね。だってこれ一生懸命トロ上げして、よしトロ2000になりました、チャレンジいけるっす、チャレンジいきますって言ってチャレンジって負けて、あチャレンジ負けたんでこの企画終わりっすってなったらさすがにしょうもないですよね。チャレンジいったらバカになっちゃうんで、さすがにね。まあ、そう考えるとチャレンジはやってもいいけど、そのチャレンジを負けたら、チャレンジは終わり、まあ、そんな感じかな。でやりたいっすね。なんかエメラルドとかもさ余るじゃないですか。どうせならやっぱこうグラチャレとかでユニレベを仕上げてやっていかないと、多分普通にもう4000とかでも負けると思うんですね僕。なんかコメント欄で6000いけたらすごいとか言ってくれる人いるんですけど、無理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 。なんかねすごいやっぱ昔と変わって、昔はねマジユニットレベル11とか12とか全然マックスじゃなくてもマルチの上位とかがあったんですけど、今だとねほぼないんですよねマジで。なんなら全部カンストでも5000とか6000すごい大変みたいな、その領域だと思うので、いや5000いけたらハッピーだなーっていうとか言ってね、あの正直6000、7000、7000も無理か、6000はねやんちゃんいけて5500かな。とりあえずねいけるとこまで行きたい。ただそれだけ。さあ相手待ってくる、さあここに来て待って、よろしく、ちょっと待って、ボットじゃない香りがしてる。えボットなのか、いやレベル3だ、ド M か、おばいおばいおばい、ごめん、隠したがりしてる。本日の動画、隠したがり。さあ、いや、これ、延命したらマスケ残るかな、どうだろう。いや、行かれるんかい、君。いや、待って、やばい。ちょっとやばい。待って、待って、待って。この相手、さては、やる？いや、俺がやった。まあまあ、ホグ、レベル5ですね。やっぱり隠したですね。でもなんか、普通に、できる香りがする。なんか、何でもこう、期待しちゃいますね。なんかこのトロタイボットしかいないってすごいコメント欄で言われるんですけど、ボット相手にこうちょっと真剣なんですよこっちも。負けたらね終わりなので。ボットとはいえ負けられない、なんならもうボットじゃない可能性もあるんで、まあそういったところで格上が降ってきてくれると嬉しい。さあこれ挙式をつけたいので、プリンスじゃなく1コストミニペ、あ1コスト低い、さあミニペックにすることによって相手のね負けが決まる形が生まれました。やばいんですよね、本当にやばい、マジでなんだこれ、隠したがりしてるだけだな。まあでもこのトルタイを抜けてからが本番なので、まあ作業というか本当にね気楽にね、まあ、流すだけでも聞くだけでもね、はい動画見ていただけると嬉しいかなと思います。でこのね企画をやり始めてからめちゃくちゃチャンネル登録者数が増えてるんですよ。皆さんさてはこれ1からやるのが好きなのかなっていうね、なんかそっちの方がいいんですかね。なんかいろんなデッキ紹介もまあやるんですけど、もちろんそうこのシリーズだけにねならずにいろいろやるんですけど、このチャレンジ上げるとめちゃくちゃねチャンネル登録者をしてくれる人がいて、ただただ嬉しい。さあ、キョスケをなんならほぼスケだけで守ったようなもん。さあ、大カウンター。
で、これスケルトン部隊がいる可能性があるので、一回待って、矢の雨のコストだけ揃えて、矢の雨を撃てるようになったらユニット追加して、常にね、いつスケルトン部隊が来てもいいようにエリクサをね、管理していきます。さあ、これミニペガ？さあ、これは、巨助の爆破で折れますし、まあ、なら逆サイ折りに行きます。いや、これやべえ。逆サイ単体プリンスレベル8っていう圧力がやばすぎる。で、プリンスが頑張ってる間に、このね、まあ、マスケットミニペッカも頑張ってくれてるよと。やべえな、これ。まあ、これ目安的には、一つの動画で、まあ、200トロ上げれると、いいかなっていう感じなんですけど、もう、なんなら、今日は、800とか、まあ、1000ぐらいまで、まあ、気持ちね、もう本当に作業になっちゃう。いや、スキンゲット。さすがにね、スキンをやっていく。ゴールド、うわぁ、ネクロ持ってないんですけど、さすがに気をつけかな。なんか、格上に勝ちやすいデッキを想像して、デッキ組んでいかないといけないので、僕はね。格上に勝ちやすいって何なんだろうね、マジで。本当に。まあ、それが分かれば、まあ、みんなもハッピー。よく聞かれるんでね。そう、みんなもハッピー。まあ、僕もちょっと考えつつ、真剣にね。さあ、トロ600来た。よろしく。今日はね、ちょっとトロ800ぐらいまで行っちゃってもいいかもしれないですね。もうパッパパッパトロ上げちゃって、本当にいろんなね、チャレンジして鍛えたいというか、このアカウント強くしたいんですよね。いや、これは、芝ファイボー。いや、でけえ。で、これはもうグッドゲームですね。巨大スケルトンをつけるだけで、カウンターですね。まあ、こんな感じで、ダメージを受けてもいいので、ユニットを残すっていう立ち回りが、クロロにおいてめちゃくちゃ大事です、皆さん。そう、ぜひね、こうトロ2000とか3000とかで行き詰まってる人とかも、ちょっとこの動画を見て、あ、そんなにこうベビドラとかサンガゴ守らないんだみたいな、なんかそういうのも結構いろんな方に分かってもらえて、クラロワする人がね、どんどんこうもっとモチベ上がったりとかやってくださると、僕としてもね、すごい嬉しいですね。さあ、非常にスムーズすぎる。あ、待って、ラグイやばい。あ、待って、あ、多分ね、セールかな、セールもらえた説がある、今。ちょっとこの後ね、確認したいと思います。さあ、アーチャーの使用率もちょっと多いですね。これちょっと待ちますね。なんか、一体どっちもコスト重いので、これ。来た方にユニット出す。で、来なければまあいいかなっていう。さあ、キョスケプリンスで、矢の雨打つだけの非常に、作業芸してる。ユニレブブッパ。まあまあ。スケブだけにね、矢の雨構えとけばいいんですよ。いや、あれ5って見気がすんな。なぜ5打つかっていうと、このね、ボンバーが強いんですよ。ボンバーの範囲攻撃って、こう、マルチの上位の人でもボンバー使うぐらい、なんかこう、バルーンデッキにボンバーとか、ラバデッキにボンバーとか、まあ、ゴルデッキにボンバーとか、結構ね、ボンバーね、なんか過小評価されてると思うんですよね。結構強いんですよ、あいつ。てか普通に強くと思ってて、僕。あんま使わないんですけど、でもロイジャイとかにも入ってるとかありますし、でも結構強いんですけど、なんか過小評価されてて、全然ね、使われてないカードですけど、結構強いんですよね。ワンチャン格上にも、なんなら3コスだし、格上ってやっぱこうネクロとか、なんかスケルトン部隊とかが多いイメージがあるんですよ。僕勝手にね、偏見なんですけど。まあ、なので、そういった相手もね、ボンバー最強説があります。うわぁ、相手精神的にやべえな、狂ってやがる。俺、ボットと仲良くしてるからな。こう見えて。ちょっとね。さあ、とりあえず、セールかな？なんか来たので、これ確認したいですね。さあ、ボンバーが来る。いや、ボンバー可愛いな、こう見ると。僕でも本枠だけ、あれなんですよ。ボンバーユニレベ10とかなんですよね。カンストまでできるんですけど、なんか使いたくないというか、今までユニレベ上げてなかったんで、なんならもうユニレベ上げたくないっていう謎のなんて言うんですか、この謎の気持ちがあるんですよ。そう、うわ、待って、やばっ、こんな早くからこんな課金していいの俺。皆さん、ごめんなさい、僕最強になります、さらに。というわけで課金します。さあ、ライトニング宝箱を、まずは開けていきます。さあ、スーパーリア、これ、キョスケですね。僕、キョスケ以外全部いらない。オッケー、ナイス。で、続いて、この2個。待ってる。メガライトニング宝箱やってない？もらっちゃっていいの？運営さん。さあ、まずは魔法の宝箱から。さあ、購入ができていく。いや、でっけえ、これ。大砲。小屋。
か。いや、いらないな。どれもいらないな。あー、皆さん出た。スケブはね、マジ強いと思うんですよ、僕は。スケブ、うわ、ネクロか。お、これあれか。変えられないのか。まあまあまあ、悪くはないけど、そんないいわけでもないですね。皆さん来ました。最強。これやばいな。負けるわけないんですよ。今すでに最強なのに、僕は。僕もう負けるわけないんですよね。よしよしよし。いや、やべえ、これ。そう、ナイトがこう。いや、いらねえ、ボンバイもいらねえ。いや、マスケか。いや、ウォールブレイカーいらねえ。うわー、これ。まあ、とりあえず、ウォールブレイカー巨大スケルトンにしたい。うわ、タルババ。いや、ロリババやばい。え、待って待って待って、ロリババ絶対強いでしょ。いや、どうなんだろうな。一旦、キョスケか。オッケーオッケー、キョスケゲット。いや、スケルトン部隊も最強だと思う。だって、山雨とかなのかな。なんだろう、マスケは、個人的にね、今めっちゃ強いんですよ。でも、後半いらなくなってくるかな。いや、やば、これ。むず。アイスイズとかエレキとかになってくるから、マスケいらないのかな。でも、マスケの代わり、他にいるものもないので、まあ、一旦ゴブリンぐらい変えとこうか。大砲一番いらんやんけ。あるあるっすよね。なんか、ほどほどのカード。まあ、どっちでもいいなってカード変えたら、もう絶対いらないやつがついてくるっていう。さあ、キョスケが8位になる。ちょっと待って。僕のデッキ進化します。いや、スケルトン部隊の枠だな、これ。これなんだろう。5いらないかな、もしかしたら。キョスケの爆破でなんとかできるんで、5ちょっと覗いちゃって。結構陸がね、多いかもしれねえな。スケルトン部隊を強化。で、マスケのレベルが、やばい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 、8。ちょっと待って。強すぎる。山雨はマジスケルトン部隊用ですね。いや、強すぎん俺。おう。キングタワーレベル6。ってことはセールが、いや、来ない。やばいっすよ、僕。強すぎんこれ。なんか、序盤でこんな育つんですね。でもこれ多分クラロアパスがでかいと思うんですね。クラロアパスで、宝箱2倍ぐらい引けてるんですよね。で、欲しいカードも選べてっていうので、マジ昔こんなんじゃなかったっすもん。もうなんかユニレベ足りない足りないだったんですよ、本当に。だからもう2、3年やってやっとユニレベ完走とか、もう当たり前だったんですけど、今だとやっぱユニレベ結構すぐ育ちそうなね気がしますね。まあありがたいですね。暇すぎるので、一匹餌を送ります。さあ、いろんなね、間のこう、初見殺しのスケルトン部隊とか、いろんなね、情報をね、ミニペッカが教えてくれます。さあ、ここは低めで回収しつつ、しっかり形をね、作っていきます。ミニペアーチャー。相手のユニレベ可愛すぎるね、多分。可愛すぎるねってないよね。可愛すぎるな、マジで。誰に話しかけたんや、俺は。うわ、バッてプリンス7だ。あ、でも俺のプリンス8か。うん、驚くことじゃねえな。相手の方が驚いてるわ、これ。ん？俺よりレベル高えって。いや、マスケレベル8もやべえだろ。本当にやばい。さあ。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、多分、しばらくは、僕の隠したがりがね、続くと思うんですよ。しばらくは。1500ぐらいまで行けば変わるかな。どうだろう。あんま変わんなさそうな気もするんですけど。いや、これ、キョスケの爆破で僕のユニット全部行かれるの嫌だな。でも、ミニペットも優秀すぎて、キョスケを殴らない。こいつやべえな。壊れてやがるな、なんか。ね。さあ、いや、神ミニペ。よいしょ。あはん、大したことなかったっすね。これちょっとね、もう、ちょっちょ終わらしたいので、巻きでいきます。真ん中プリンスで、ハンターを延命させつつ、このハンターでキングを削りつつ、いや、スケルトン部隊やべえ。いや、スケルトン部隊やばっ！オッケーオッケー。いや、僕も、この企画を始めた最初に、マジスケルトン部隊が止まらなさすぎて、スケブでタワーおられそうになったんですよ。てか、普通にもう、スケブ止まんない？三角とか出しても、マジで止まんなくて。ね、危うくはこう、スケルトン部隊にプリンスとか出しちゃってたんですよね。まあ、そんぐらいちょっと強いので。いや、スケブできえな。いや、ババいらねえ。ファイボも悪くないけど、こうなったらマスケとか欲しいっすよね。いや、マスケ出るんかい。いや、噛みすぎ。いや、これ、両方いらないんですよね、僕。ババでいいか。そんなわけで、いやー、やば。強くなりすぎちゃった。強くなりすぎちゃった。だって僕、でもこの企画って、常にハラハラするもんなんですよ。負けた瞬間終わりなのでね。やばい、次、負けられないって。僕、そういう感情ないですもん。うん。何負けるって。美味しいのみたいな。ありえなくないって。
どんな相手が来ても負けねえな、これ。マスケとキョスケのレベル8の安心感パないっすよ。もう脳死すぎる。やべえ、これ。本当に。普通だったらこれカットしないといけないですよ。普通はね。しないんですけどね。僕は、こういうね、ちょっと、のんびりね、のんびりしてる部分もしっかり上げていきます。さあ、グッドゲーム。これでトロフィー700かな。で、さっき、ボーンピットかな、アリーナ到達したので、次のアリーナはね、何なんだろう。僕、アイスのところが好きなんですよね。なんだ、アイス。わかりますかね。さあ、ペッカシアターが、1000ですね。1000行けば、じゃあ新しい宝箱を手に入れられる。あ、待って、フローズンピークか。僕、フローズンピークが好きなので、フローズンピークまで行きたいな。アイビーズとか欲しいですね。使いたい。さあ、よろしく。とりあえず、今日はまあ800まで行って、おしまいかな。まあ、800まで行く途中で負けちゃうと、おしまいなんですけど、ありえなくねっていう。おい、さあ、ファイボー。よし、ばー芝ファイボに興奮してるもん俺。待って、俺もう100ボットやんこんなんがただの天才。30しおみファイボとか、まあ、30持ってないんですけどね、まだこのトロタイさあ、ボットに興奮するって恥ずかしいなこれ。俺まあまあスケルトンってやべえ、これ多分折れると思うんですね、あいつ強すぎてありがとう。ここまで来るとあれ相手もあれなのかな、なんかこうなんて言うんですか、もう戦闘本能っていうの、なんて言うんだろう、あ、これもう無理だってなってボットも諦めるんですかねボットの方が普通さ、ユニットを適当に出して戦うじゃないですか。ボットだからこその、あ、これ無理なやつだってなって勝手に諦めてくれてる説もある。めちゃくちゃ頭がいいボットですね。はい、コスパがいい、助かる、よろしく知らんけど全部適当ですけど、そんなわけで、ちゃっちゃキョスケプリンスとはね、うわ、待って。うわ、待って、ちょっと強そうなやつ来た。ちょっと待って、しかもマスケットが欲しい、こういう時に。いや、でも、俺のスケルトン部隊レベル 8? ちょっと待って。強すぎん?びっくりした、今。俺のスーパーレアじゃ、ハンター以外8なのか。いや、でもちょっとなんかね、ちょっとやだな。ちょっとやだな。うわ、待って、ミニピ戻ってくる?いや、来ない。いや、待って、やばい。集中しますか。やばいっすよ、皆さん。ここに来て、ちょっと待って、やばいやばい。本当にやばい。ネクロプリンス、スケルトン部隊、ゴブリンバレル、スーパーレア、ぶっ込みデッキ。いや、今日一来た、今日一。ボスや。こいつや、今日のボスは。これワンチャンやべえな。ネクロプリンスの形やべえな、マジ。プリンスにスケルトン部隊使いたいけど、あ、なんか来た。よし。ザップとかないっすよね。多分ザップね、今のトロタイないんすよね。救われる。で、ネクロ咲いたらもう逆サイプリンスとかだけど、ネクロじゃなくて三角なので、なんならこれはもう前につけちゃって。あ、スケルトン部隊や。カモン?いや、ゴブリンバレル。いや、ハンターハンターやば。まあ、スケベかな?これスケベ読みやな、め。いやー、読んでからの?コツってネクロのコストはないからミニペ追加とかしてもよかった気もするな。いや、これ橋前キョスケで相手の陸受けがない読みでタワーに届いて勝つっていうおしゃれ勝利ねえかな、これ。いや、来た。さあ、グッドゲーム。レベル8のキョスケの場かわかんないですけど、レベル9で900ぐらいだったかな。あ、全然覚えてないんですけど、まあまあ、そういったところでね。危ねえ。ちょっとこうドキドキしますね。普通にドキドキしちゃいますね。スーパーレアが多いと、必然とこう、レベルがね、高いっていうね。いや、これマジどっちもいらねえ。まあなんか、いろんなカード持っといた方が、ユニレベ上げれると思うので、いろいろね、集めていきます。さあ、これ。大砲マジでいらん。いや、これノーマル何集めるか本当わかんないですね。スケルトンだ。スケルトンとヤナメ。わあ、ベビドラ。いや、いらない。もう、キョスケだけ。いや、ゴレもいらない。オッケー。キョスケだけ僕集めます。いや、スケルトンだ。いや、神。引きが良すぎるんですよね、最近。まあ、そんなわけで、カードも結構揃ってきましたね。よし、800いけばなので、ラスト2000かな?待って、いよいよマッチングに時間かかるようになってきた。うわ、相手取るだけ。ふぅ。取るだけっすよね。800いってるっすもん。いや、これ、気抜けないっすよね。なんか、最初が怖いっすよね。なんか、最初1本取られた時が、うわ、待って、本当にやばい。やばい、待って、マジで怖い。
本当にやばい。急に、さっきから急に相手のユニレベも高くなってきたな。え、待って、キングレベル7じゃん。やばい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 、バカか。高い高い高い。スケルトン部隊、工場バーバリアン。あー、出た。これ、ネクロに対して僕、あれっすね。プリンスとミニペッカで、役割被ってるんで、ミニペッカいらないかもな。っていう思いがあります。お、待って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 。やばいやばいやばい。まあまあまあ、ネクロ、スケルトン部隊か使ったか。ネクロ、ハン、プリンスマン、同じようなデッキですね、多分。基本的に相手は同じデッキで。いや、僕マジで悩むな、これ。冗談抜きで、ミニペ解雇説あるっすね。ここまで大活躍だったんですけど。え、待って、ババが一発じゃねえ。いや、やなめ使う。ふぅ。いや、なんでいい試合してんだよ。いや、無駄に疲れる、これ。本当に。余裕で勝てるはずなんですけどね。さあ、まあ、マスケちょっと取っとこうかな。ネクロに対してマスケを使いたいんですよ、僕は。なので、ハンターで対応して、さあ、お、負けんな、ここで。本当に。負けたらもう動画あげないけどな、俺。やっすもん。トロ800で負けましたとか、恥ずかしい。800とか盛るなって言われちゃう。750やって。760か。さあ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 。いやでもこの、スケとかね、スケルトン部隊も程よくいいんですよね。よし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 。これミニペいらねえな。ミニペの枠何にしようかな。思いつかねえな。ウルトラレア手に入ったらもうなんか適当にウルトラにすればいいんですけど。いや、ここはなんならスケルトン部隊がいなくあった後なのでミニペ最強。いや、ネクロ最強すぎる。で、スケとかもちょっと流しとけば相手きついと思うんだけどな。よし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 。いや、なんでいい試合してんや。オッケーオッケー。いや、これ真ん中プリンススケアミきます。この最強ね。だから真ん中ジェイスケラとかキョスケスケレ、あ、スケルトン部隊とか、なんかユニットプラスのスケルトン部隊めっちゃ強いんですよ。ユニットが竹取ってて、その間に、こうキングにもですし、普通のね、あの横のプリンススターにもスケルトン部隊が行くので、こう相手がね、守れないんですよね。いや、初めてこれ、この企画やってて、キング折れなかったかもしれない。そんなことないかな。普通の試合しちゃったよ。負けたぐらい慣れちゃうんですね。圧勝できないと。まあ、そんなわけでね。まあ、勝つことに意味がある。負けなければ無限なんだね。はい、一生できる。いや、33とかもらえるんだな、この戦い。いや、お前、あと1やんけ。あと1ぐらい、くれてもよくねっていう。多分届いてないですよね。よし。さあ、そんなわけで、まあ、やっぱキングレベル5が当たり前なんですかね。さっきのじゃあ7っていうのが、頭おかしいんですよね。僕のユニットレベル8も多分頭おかしいんですけど、それと同じぐらいか。まあ、それよりはマシか。そこ、スケで矢の飴を回します。なんならこのスケが強くて、スケルトン部隊勝てるとかねえのかな。いや、ねえな。いや、これ今からでも間に合うな。いや、俺のユニットレベル強すぎ。いや、だって、キョスケプリンスとか、普通スケルトン部隊にボコボコにされるっすよ。なのに、勝っちゃったもん。ほぼ残ってましたもんね。まあ、矢の飴で手助けしたとはいえ、で、これスケルトン部隊割いた後なので、いや、キング折れるな。オッケー。よし。さあ、というわけでね、本日の、負けたらアカウント削除はね、無事ね、はい、負けずと。まあ、当たり前ですけどね。負ける未来が想像できないですもん。今の僕には。よし。最後なんか宝箱引けねえのかな。よしよし、まあ、ゴールドもしっかり貯めつつ、はい、OK。というわけで、まあ、ユニレベが強すぎて、まあ、多分負けないっすね。まあ、1000いくとまた変わると思うんですけど、まあ、そんなわけでね、はい、引き続き今後もやっていけたらなと、思いましたけど、今日はこんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。